青森県西村の屋根森淡田宮で、元六九年から続くとされる、霊体祭である。祇園祭りの流れを組むとされるだけでなく、江戸期の形態を保持することなどが評価され、祭の出し行事として、青森県無形民族文化財に指定されている。現在では、毎年9月14日から16日まで行われ、新与党と出しの行列と神楽による、全国家払いが終日続く。 この打ち出しの運行は、再本村地区を構成する古西地区の古西教祭会と大才地区の大祭青年会が、神楽は現在では古西教祭会が担当している。従来、出し4台での運行を基本としていたが、過疎化で参加者が減った結果、2010年11年には、出しの運行台数を1から2台に減らした。また、2010年には、行列を行わなかった。 青森県教育委員会1996-129青森県教育委員会1996-126青森県文化財保護課青森県教育委員会1996-128によれば、両会とも入会資格は中学卒業後ま40歳までとしている。青森県教育委員会1996-128によれば、 明治29年から大正9年までは、磯谷地区が、それ以外は湖西地区の若者が担当し、大正12年に湖西教再会が結成されたという、東欧日報2012年9月27日号、青森県教育委員会1996、青森県民族芸能緊急調査報告書、ありがとうございます。